はい、皆さんこんにちは、ガミです。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。はい、この動画ではですね、今僕赤レンガ倉庫にいたんですけども、赤レンガ倉庫から今カップヌードルミュージアムの方にね歩いていこうと思うんですが、その近くにある駐車場とかね、まあ、どう歩いていくのとか、そういうことをねこの動画では紹介したいと思います。じゃあ今からカップヌードルミュージアムまでねちょっと歩いてみたいと思います。ちなみにね、横浜スタジアムから赤レンガ倉庫まで僕が歩いて13分ぐらいだったんで、まあどうなんだろう、歩けない距離じゃないと思いますね。で、赤レンガ倉庫からカップヌードルミュージアムっていうのはそれよりももっと近いイメージなんで、まあ多分こっちは全然ね歩いていけると思うんで、まあ駐車場にね車止めて、そこから2つ一気に回るっていう方がねいいと思うんで、僕はその方法をねおすすめします。それにしても、でね、駐車場なんですけども、赤レンガ倉庫の両脇に2つあるっていう感じなんですけども、料金はちょっと今見てないんで後ほど調べたいと思います。で、赤レンガ倉庫は駐車場あるんですけども、カップヌードルミュージアムはどうなんだろう。まあちょっとそれも兼ねて見に行きたいと思います。あっち、これはね今海沿いを歩いてる感じで、なんかちゃんとした道路もあるらしいんですけど、そっちから行った方が若干近いのかな、わかんないんですけど。でもうね、赤レンガ倉庫ってもう結構近いはずなんですけどね、もう多分半分ぐらい来たような感じだと個人的にはまあ1回だけ来ただけなんですけどね思いますよ。それにしてもこれみんなポケモンやってる人ですからね、やばいな。ポケモン GO の人気驚いたって言ってますけど、全然全然ですね、若い人もみんなやってますよ。で、あの観覧車見えますか？観覧車のね手前がカップヌードルミュージアムなんで、もう本当あとちょっとっていう感じですね。いや全然ね歩いて行ける距離だと思いますね。ただ行って帰ってくるってなるとちょっと疲れるかもしれないんですけどね。人すげえな。この辺から譲渡エリアなんですかね。そうっぽいですね。あ、ほら。ポケモン GO っつってね。これなんだ、 Wi-Fi かなんかかな。
人がすごいたくさんいるんですけども、じゃあ一回ポケモン GO を開いて上都地方のポケモンがたくさん出てればここは上都地方っていう上都地方のねエリアっていうことがわかるんで、ちょっとじゃあ今開いてみます。